えー、皆様こんばん,こんばんは、えー、自民党の政調会長を代表しております片山さつきでございますが、えー、前回皆様に、えー、昨年お会いしてから、あの急遽、えー、アメリカの共和党の中央委員会のご関係からご招待をいただきまして、えー、アメリカ合衆国第58回、えー、大統領、合衆国大統領就任式、えー、大統領は45代なんですけれども、 あの就任式自体は58回やってます、つまり2期以上やった方が何人かいるということですが、まあ、そこにあの招待状をいただきまして、国会の議員運営委員会の許可もわりにすんなり取れたものですから、行ってまいりましたえ、18日、19日、20日と向こうにおりましてえ、現地から帰ってきたら22日だったんですが、まあ、いろんな今のアメリカのありようというか、空気を、 思ってでしかも通常あまり人に会えない時期、えー、就任式というのは大混乱ですが、まあ、いくつかのキーパーソンに会えたり、まあ、非常に貴重な情報を持って帰ることができたと思い、えー、その後の安倍総理の訪米に至りましても、いろんな方がいろんなように動かれている中のあくまでも一つとして、私も若干お役に立てたのかなと、あの嬉しく思ってる次第ですあの就任式についていろいろろ言われるんですが。が、あのー 私はあれしか行ったことがないので、オバマさんのときはわからないんですけれども、あのワシントンのキャピタルのところからずっとこう、軍も含めてきちっと囲ってですね、その中に4 50万人の方を入れて、野、えーまあ、ざらしで、えー、聖書に手を置いて、えー、就任をすると。 それをみんなが見届けると、まあ、国家元首の就任ですからね、その式典としては、極めて品格も高く、荘厳に行われていたと、その場にいて思います、つまり、極めて厳しいチェックとあの警戒をしていたので、乱入する人がその中に入ることはないんですよ。 で私たちも招待をいただいていても、いわゆるクレデンシャルと言われている、そのカードみたいなのを4種類ももらうんですけど、いちいち全部ナンバリングがされてるんですけど、それを18日にしかいただけないんですね。ですから、私、終わってから菅官房長官にもそれを見せて、日本も開会式はこのぐらいでも、前日じゃないと偽造されちゃうから、それやった方がいいと、多少混乱しても構わないと。 ですから前の日に上院議員、下院議員のいわゆる議員会館に行きましたら秘書たちがそれを自分の有力支援者に配るために運用したいの大騒ぎになってましたからもうそのぐらいで全部管理しちゃったんですねで入るところではもうその漢方薬とか化粧品まで開けられてこれなんですかとでこれに英語でパッと答えないと捨ててましたね。ね だからあの局面では、まあ、うちの国会や政府の偉い人が言っても、自分一人で単独で英語で行動できない人は言っても無駄ですわ。もう不愉快なだけだし、だ止められちゃったり、もの捨てさせられたりするだけだから、あまあ、これはそういうものなんだなとえ、よく分かりました。そして中に入っている方は、9割が共和党支持者で、いろいろあるトランプ政権ですが、共和党の中でのトランプ政権の支持率は高いです。問題は、 その囲いを一歩出たところで、4五50万人、あるいはもっとかがデモをしているということで、はっきり意見が二分しているということなんですね。ですから、大統領の演説、朝の時間に自分で手を入れたとか言われてて、最初、に三30分の原稿だったんです、前日聞いたら。最終的には16分ぐらいにしてましたけど、まあ、ご自分で何を言うかを相当考えたんでしょうね。で 結局、有権者に対してご自分が約束したことをですね、できるだけ率直に語ろうと、しかも自分の言葉で語ろうとした上に、まあ、アメリカ国内の融和をトランプ大統領なりに呼びかけてだなという気がその場にいて非常にしましたし、私の周りにいた方々もそんなことを言ってましたね。えつまり、肌の色がいかない色,色であっても、みんな我々はアメリカのペイトレッツ。 愛国者としてての血が流れてるんだと変わら、ないんだとそしてアメリカが誇りを取り戻し、豊かさを取り戻し、そしてアメリカをもう一度偉大にしたいと、まあ、そういうところ、それからバイ・アメリカン、ハイア・アメリカンというところでは、こうウェーブのように拍手が起きてで、過去の大統領の夫人として出席されていたヒラリー・クリントン女子が一瞬でも映ると、大変なブーイングが起きると、まあ、そういう会場だったんですよ。 で一歩出ると、もうとにかく警戒とデモを避けるために、え次のプレスタワーまで行くまでに、1時間半だか、私は歩かされまして、で結局、その場に招かれた国会議員は私だけだったんですが、県知事として愛知県知事の大村氏が言ってまして、たまたま私は大学の同期なんで、2人とも自動車族だから呼ばれたのがねと。 アメリカは CIA があるからしっかりしてるからねと言って笑い話をしたんですが何十万人もいるからお互い会うわけにいかないし秘書も中についていけないしただただ歩くだけなんですよただただ歩くで彼の方はちょっと道案内人が道案内に不用意だったんで私は地元の,その共和党関係の事務所がついてましたから早かったけど1時間以上歩いてで変な音がしたなと思ったところがその K ストリートの 窓ガラスが割れたところ、変な匂いがしたなと思ったところはあの車が1台燃えてますからね、でワシントン DC の区長が言ってましたけど、アメリカは自由の国ですから、トランプ政権に反対するデモは自由なんですよ、だから認めたら、アナーキストみたいなのが入っちゃって、つまり、共和か民主かではなくて、連邦制の政府に反対、それでああいうそのものを燃やすとか投げつけるということをするんで、それは非常に。 アメリカの民主主義で汚点だと、いかにそのトランプ大統領に反対であろうが、それは汚点だという言い方を直ちにしてましたね、それで、その夜の舞踏会というのも3種類、舞踏会があるんですが、オバマさんは8種類やったらしいんですよ、その資金集めのためにで。私は3種類の中では、一番多分高く払っている人が来ているところに行ったんですが、とにかく1時間半来るまで待つんですよ。 で舞踏会だからロングドレスでもちろん入るんですけれども、誰も舞踏なんかしないんですよで。要はすし詰め状態で大統領と副大統領のご夫妻が踊る、それも曲は何にするかご自分で選べるんですが、選んだ曲が、マイウェイ。いつも私は自分のやり方でやってきたと、日本では布施明ですね、アメリカでは誰が一番いいかな、マイウェイは。 ねえ誰でもいいけどあのいい歌シナトラのバッグじゃないですかねであの音楽隊はだいたい海兵隊のマリンの音楽隊上手なのがやってますからそれで大統領夫妻、えー、それからあのご家族の方々がみんなご健康されてますから、えー、それからペンス 大統領夫妻と息子さんなんか娘さんの、まあ、その方々が踊るのを例えば私の左隣にいたのはオリンピアンオリンピックのメダリストですよで右隣にいたのはナスダック上場企業の夫妻ですよでその隣にいたのはってまあ直属の、まあ、まさにその上院議員の姪子さんとかね、まあ、そんなような人ばかりがすし詰めになって iPhone でひたすら大統領が踊るのを フィルムにして、自分がそこにいるっていうのを撮って、要するに国家元首なんですよ。だから国家元首なんですよ。国家元首が民主主義によって279年も戦争せずに武力でなくて交代してきたことが我がアメリカ合衆国の民主主義の誇りだから、それを見なきゃいけないと、前日に財務副長官とか外務副長官とかやった方が、まあ、いろいろアドバイスしてくれる方が、もちろんアメリカ人に私も単で。 参加者として、あなたよりも後ろの席に行くんだよと。明日、アンバサダーで雨ですよと。雨はそんな降らなかった。危機として行くんですよあ。だからここがアメリカの草の根民主主義の強さで、私はいかなる混乱があっても、この人たちは絶対に立ち上がると思いましたね。ていうか、その壊れないと思いました。強いですもん。 で、そこで、ま、いろいろ今行われている人事の混乱とかに、まあ、前兆のようなことが出てまして、まあ、つまり、徹底的な脱オバマであると。だから、TPP の中身が仮にアメリカに経済的に有利だというデータを大統領が持っていても、脱オバマだから TPP にはイエスとは言わないんですよ。ただ、これは、相手の支持率が高くて、8年間終わり、こちらが低ければ、政治家ならみんなやることですよ。 そこで TPP にうんと言えないし、オバマケアにうんと言えないですよ。政治は戦いですから。だからもうそうなることはもう分かっていますから、それは官僚の交渉団の人たちには言いました。これはポリティカルだから無理だよと。だそれとは別にね、我が国としてできるだけ有利な方向をいかに問うかという意味では、日米 FTA は受けちゃダメだから、日米の経済対話、長年私も1982年に役所に入って3年経って、 プラザ合意になりましたから。だから一番怖いのは為替なんですが、為替は必ずいろんな形で行ってきてで、今我が国は介入をしていないので、金融政策を行ってくるんですよ。これももう分かっていますから、まあそれをいかに認めてもらえるかで、まあ今回、あの、浅川財務官中心とするその経済のチームは、税商戦で頑張りましたよ。総理もそれをうまく押し込んで、私は今回、安全保障も、あの、経済も、今の時点では100点だと思いますが、こっから、 危機がないと思ったら、それはまた全然別で、彼はいわゆるレトリックに興味がないんですよこう。たくさんの美しい文章に何の興味もないんですよ。数字と結果に興味がある、典型的なオーナーの CEO ですから、そういう CEO がたった人生で1回の選挙で大統領になってしまうというのは、安倍総理がおっしゃるとおり、アメリカンドリームかもしれません。 ただ我々はその先に見えるアメリカがもう G7 でも G2 でもなくそこから降りた世界つまり G0 の世界で日本がいかにしっかりするかということを政治家としてはやっていくしかないと安倍総理は本当に個決にイラブズンバ個事を得ずで100点満点の結果を捉えたと思いますがそれでもそれでは終わりでは全然ないと いう実感を持って帰ってきましてえ、またいろんなところからのご配慮で、私も委員がお許しになれば、また行き来をすることになるかもしれませんが、あのいろんな意味で、時間もある程度見えてきましたし、相手も見えてきました、ただだからといって、何一つ簡単なことはないということの中で、えー、頑張ってまいりたいと思いますので、ぜひご指導をよろしくお願いいたしたいと思います。ありがとうございました